メロピデ要塞は一見監獄に見えるが、その本質は追放された罪人たちが集う場所であると定義するべきだ。君たちに偽の罪状を用意するので密かに調査してきてほしい。ここには隠しルールが多く存在するのさ。手配した偵察員だけじゃなく、潜入させた監視までもがみんな跡形もなく消えて音信不通になってる。3日目の昼ご飯の時に悪いことが起こるんだ。謎の荷物、血の色の液体。絶対夜中に変な音を出すパイプの近くに行くなよ。人は遅かれ早かれおごりの代償を払う。寒いから気をつけろよ。タイムオーバー。交渉決裂だ。お引き取り願おうか。もしリオセスリに計画が存在するとしたら、それは何なのか。太陽と久しく会わずにいりゃ、恐ろしい深海でさえも親しく感じてくる。僕、踏ん張らないと。予言が次の段階に入ったんじゃないか。そして今、災難が訪れようとしている。なんと嘆かわしいことか。私は感情を表現するのが得意ではない。それは自分自身でさえ完全に理解していないからだ。いつか必ず私たちの存在意義を見つけられるはずです。君たちが災いから誕生し、生まれつき危険があると噂されている。こんな出所不明な種族信用できないわ。メリュジーヌなんて信用できない。ヌビレットもだよ。今俺の頭の中にあることはただ一つ。血は血であがなってもらう。リオセスリ、リネットとクレミネをどこにやった。たとえ目を背けたくなるような真実であってもか。被害者の残された血と肉は処理ができない。奴らによってあらゆる形に変えられて永遠にメロピデ要塞に残されるんだよ。魔人フォカロルス、君は終始何の動きも見せぬ。驚くほど悠長に構えている。君は誰、何をする気だ。殺さないで、お願いだから。これがお前の考える公平だとでも言うのか。答えろ、ヌビレット。人の社会で君は嬉しいことも悲しいことも目にするだろう。いつか君が多くの過去を受け入れた時、この国の歴史を代表して全てを審判する資格を得る。私は決してそのように尊敬されるべきではない。